ントサイドのボードスライド、後ろ向きのシューって滑るやつなんですけども、これの一番のポイントはアプローチ。アプローチでストレッチかけすぎちゃいながら入るとシュポンって抜けることが多いです。できるだけフラットに。なんでアプローチは本当50みたいにまっすぐ入ってるつもりなんだけど、ちょっと向かっていく感じに入るといい。で斜めに乗って踏んであげた時に、つま先でもかかとでもなく足の真裏、土踏まずで踏んであげる。まあ、レギュラーアウトしたければ肩を開いたり、フェイキアウトしたかったら閉じたりっていうのが大事かな。はい。